小金井市、国分寺市との可燃ごみ共同処理計画を進める日野市では、昨日から市内全域を対象とした説明会が始まりました。日野市は小金井市、国分寺市の3市で可燃ごみを共同処理する計画を進めていて、現在のクリーンセンターを建て替え、2019年度に新焼却施設を稼働させる方針です。これまで説明会は地元だけで行われていましたが、昨日から市内全域での説明会が始まり、初回にはおよそ40人の市民が参加しました。3市で建設費を分担する財政面でのメリットや環境への配慮などが説明され、市はゴミの減量について3市の市民で考える市民会議を開く考えを新たに示しました。相当この問題に対する抵抗、反対があるなということを私も実感いたしました。説明会だけでない、開かれた姿勢というものをこの機会に作っていただければありがたいなと。よその市のゴミっていうのはやっぱり引き受けられないなって思います。納得させていく具体的な話もないままどんどん進めていくところがやっぱりとても不安です。どっかでできる限りの、ね、協力はせざるを得ないんで、 100% とはいかないまでも時間と皆さんの意見とその中で妥協を持って、ね、進めるしかないかなと。ゴミの共同処理計画についての説明会は7月5日まで市内8カ所で開かれる予定です。新しいゴミ処理施設の規模は1日に290トン燃やすことができる計画ですが、ゴミの減量が進めば規模が小さくなる可能性もあるということです。また今月8日9日には地元自治会に対する説明会が開かれ、初めて3市の市長が揃って出席しました。建設予定地の地元では依然として反対の声が根強く、今後どのように地元住民の理解を引き出せるかが焦点となっています。